残り 3.7 秒の第2クォーターです。イカルが2投目外れました。2本連続で外しました。でここは早く秋田が行って、あ、決まりました。いや最後あれを決めました。中山素晴らしい、 今のはしっかり時計見て、素晴らしいショットですね。はい、ライン上だったというところだと思いますが、第2クォーターは19対10、ブレックスがこのクォーターも19点を取りました。秋田は10点ということになりました。青木さん、前半第1第2クォーターを振り返っていかがだったでしょうか。あのブレックスのディフェンスが良かったことと、はい、まあ、2クォーターにあったターンオーバーを除けば、秋田のディフェンスに対してブレックスのオフェンスはしっかり対応していると思います。はい、秋田は、なかなか得点が生まれない時間帯もあったんですけれども、オープンでやっとシュートが打てたという場面もあります。この後後半どんなゲームになっていくか。前半を終えました宇都宮ブレックス対秋田ノーザンハピネッツは38対18、宇都宮ブレックスがリードしています。